こんにちは、玉先生で。ま、えっと、第三十二回玉ラジオってなわけでな。英、まあ、単語特訓、完成っていう、うん。ま、ほんま、あのー、途中な、ほんま自信とかがあって、だいぶ、あの、いろいろとあった人もおったやろうけど、このラジオをな、聴いとるっていうことは、たぶん、無事やったんやろうかなと思うわ。ほんま。ながらもう、ほんまそれがよかった。やっぱテレビでな、だいぶいろいろな人たちが、 あの苦しい思いをしたり、家族を亡くしたり、家を亡くしたり、いろいろやってる中で、ほんまこうしてやっぱ無事でおれるっていう、うん、それ、それだけでなんかほんま、やっぱ嬉しいわ。うん。んな、えっ、ー、と、本当は、えー、第、まあ、あの、あれやな、14日終わりのな、最後のところのブログで、一応、あの、そういう、なんていうかな、ラジオをな、あの公開しようかなと思ってたんやけど、あの、まあ、地震があれだけ起こったっていうのもあって、 まあ、あのセ、セレモニーっていうかね、うん、英単特訓終わった人への、まあ、ブログっていうのを、まあ、公開してみたわ。あれは、多分どうかな。多分また、あのブログはいずれ非公開になるんじゃないのかなと思うんやけど、うん、あの、え、何が、何が書いてあったっけぐらいの、まあ、そりこのラジオ聞いてる人はそんな感じだったのかもしれんけどな、うん。まあ、言葉はいらんというか、やっぱ、そう、そういうのって結構あんのや。あの、ブログを見て、 何を思ったのかって、ほんまはもう短い言葉でな、すっと一行なんか、な、書いてあっただけやったんやけど、あれな、ほんまに、なんていうのかな、まあ、非公開にする必要もないんかもしれへんけど、一生懸命やった人とかってな、あれを読んだときに、その、何を感じるんかっていうね、うん、一生懸命やったやつっていうのは、まあ、何かを感じるよね、あれで。うん。あれでっていうか、結局その、なんやろうな、まあ、あの、いろいろ、 うん、みんなが多分そう、それを読んだ時にうに、ん、まあ、いろいろ、表紙抜けっていうかね、まあ、ブロ,ブログにあるよみたいな書いてあったっけなんか、うわ、なんやろう言うてさ、ワクワク言ったらさ、こんだけかみたいな、なるけど、うん、でも多分、それだけはなかったんじゃないかなと思うよ。な、うん、もな、英単特訓してへん人、2週間頑張ってへん人っていうかね、ま、う、あ、ん、なんもせずにあれだけ見た人は、はぁって思うやん。ブログ来て、え、このブログって何、何したいんみたいな,な、なるかもしれへんのやけど、一生懸命頑張った人とかね。 途中く,くじけそうやったけどやり抜いたとかねそういう人たちって意外と、うん、なんかまあ何かを感じたりっていうね、うん、そういうもんやなやっぱ言葉の奥に何を感じるのかっていうやっぱそれそれなのでまあ本当にあの終わってみてな,なんかいろいろなものを感じたらそれがほんまのその2週間のね頑張りやったっていうところやろかで実質やっぱね1週間2週間頑張って 戦後、二戦後、1, 5, 2, 5まあ、単語帳によって違うけど、1000語やから1週間で終わらせますよ、いう子もおれば、2500って、やっぱ一人ちょっと多いけど、うん、まあそれでも絶対2週間で終わらせます言うて、もうほんまどれくらいだと10日ぐらいでもうすでに2時間を切りましたみたいなね、報告をしてくれた人もおったやんで、どうしたらいいですか言うて、ね、ほかお前もっと短くできるようになるまでせえや言うて、な怒ってた,たんやけど、ほんまこの2週間でな、やっぱいろいろ頑張ったと思う。でも、そうやろ、ほんとな、何より多分な、自分の可能性に、 驚けた2週間やったんとちゃうかな。まあ、それやったら本当、俺も嬉しいっていう感じで。ほんまなぁ、だって、1000やで、1000。しかも、英単語の1000っていうのはでかい。ほんまに、むっちゃでかい。うん。あの、英単の、その、例えば、そうやろうな、えっと、2000っていうのは、例えば、あの、なんでもそうやけど、 あの例えば、五一五事件って、今、日本史今やってるからな、脚本やってるから、日本史系の話で言うとったら、五一五事件ってそう、5月15日にあったからやとか、明治6年の政変とかな、明治6年に政治的でゴニョゴニョありましたみたいな。だからわ、わかるやんその。その単語がすでに意味を持ってるやん。明治6年、明治の時代で、しかもその6年の時に、で政変やか、まあ、政治で大きいことがありましたっても、単語を見ただけでわかるやん。でも、例えば、あの英語とかっていうのは、例えばまあインス、インサルトっていうやつ。 これはえ軽蔑するみたいな。なんかまあそういう意味やけど、えっとその、え、え、何が、どうなってそれを軽蔑するっていう意味にしたんみたいな。ないやろ。まあ英語ではあるんかもしれんよ。インとか、なん,かなんとかルトとかにはこういう意味があるとかあ、あるんかもしれんけど、日本人の俺らにはそんなん分からん,分からんやんか。これやから、英語の単語って一番覚えるの難しいね。本でも、そうやって、だ今1週間で1000とかな、2週間で2000語とかっていうのができるようになったっていうのは、 まあな、すさまじくでかいことやで。これからな、ほんまいろいろやっていくと思うけど、あのどんな暗記でもものすごい楽やで。ほんまに。だってもう今やったら、一日、例えばなんか何やろ、100個覚えてとかって言われたらさ、昔やったらもう地獄とかって、でも泣,泣くと思ってたかもしれんやけど、今やったら100個覚えてって言ったら、え、じゃあ明日まででいいですかとかって普通に言えるやろ。ほんとな、やっぱそれぐらいみんなの力がむっちゃついたと思うで。うん。まあもちろんな、気抜いとったらそらあかんけど、あのそら何 あの前も言ったけど、暗記っていうのは、完璧に覚える必要ないよってね、言ったけど、それは忘れるからであって、逆に言うと忘れるっていう特徴があるから、えー、日々ね、訓練をせんといかんのよっていうこともね、えー、みんなに言うときたいかな。うん、まあ、で、それもあんのよな。せやからほら、1時間を切れ、2時間を切れって、ずっと時間にこだわっとったんは、一つはそういうことなのよ。結局、1時間を切れたら、1回の復習が1時間かからんのよ。 あれもしな、書いて覚えとった人やったら、2000語書いて思い出してって言ったらさ、もう書いてるうちに、もう1週間ぐらい平気で経つからな、そんな。1回ずつ書いてあったとしても、まあ1回ずつは思い出せないのか、2、3回書いたとしても、もうほんまにあの 1, 1週間ぐらいかかってて、で、もう1週間目ぐらい終わった時には、すでにあの3日目ぐらいまでのやつはもうまた忘れてるみたいなね、その悪循環みたいな。やったりとかもするからな。うん。それはもう1時間とか2時間ですぐ復習できやろまあせやから。で、自分の目標タイムっていうかあの、そういうすんなり覚えてるタイムっていうのをちゃんと持ってて、 でななあのふと思い出したときに実際やってみてわやばい3時間もう切らへんとかね3時間やっと切るかどうか2時間半ぐらいになってるみたいなちょっと遅くなってたらまたもう一回ちょっと復習をしてあよしよしとちゃんと1時間半切るようになったなとか、うんまあ、そういうふうにあの定期的になその時間を守れるようにえっ、ー、と満点後のな時間を守れるように常に一定になるようにこうあのたまにな復習をするとええと思う。まあ最初は やっぱまあ、ちょっと忘れやすいときはな、3日とか、うん、2日に1回とか入れて、慣れてくるとな、うんまあ、だんだんやってくると安心してくるよ。あまあこれは忘れっぽくなってきたなってなれば、1週間とか2週間ごとに復習をして、うん、で、ほんでまたさらに安心できてきたら、もう、あの俺の場合はそうやったけど、だいたいまあ、もしごと。も、う、し、ん、の前とかに、もし前1週間とか、ほら、総復習とかやるやんか。あんときとかに、まあ、復習の一環で1回、2回入れるみたいなね、うん。まあ、そんなんぐらいでよかったかな。うん そう,いうそういう感じでね、うん、これからせっかく暗記とかってすると思うけど、例えばこ古典とかやと、俺はまあゴロゴロの古文単語が好きやねんけど、あのー、無駄に500語ぐらいあるけど、あんなほとかほんま2日とか3日ぐらいでねすぐ,すぐ覚えられるんよ。うん、もうあの覚えやすいからな、な特に日本語やから、英語の500語よりもさらに楽なんで、もうほんま土日とかやったら1日でもできるかもしれへんっていう。うんまあ、そういういな ちょっとね、えっとそういう、今後そうやって自分の勉強にどんどん取り入れていってほしいし、よし、これできたでっていう人は、またほら、問題集用の高速学習も用意してるんで、うん、そのアニメ見て、えー、今度はそれをいろんな問題集で、えー、応用してくれればええんかなと思うわ。うん、あと、英単語はな、あのー、多分これで、えっと、何て言うかな、1冊満点号っていうのはただ覚えましたよっていうことやけど、それを2時間切ろうとか、1時間半切ろう、1時間切ろうってやっていくと、 一号一号を出すタイミングっていうのがやっぱ早くならんとかあかんのよな。まあそれはそうやんか。2時間でできてたやつを1時間でやるって言ったら、もう見た瞬間に出すっていう。それが例えば 0. 何 ?4 秒とかで出てたやつを半分の1時間にするのは0.2秒で出すようにせなあかんやんか。な。になって、どん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 やっぱ早く早くっていう。単語見てすぐ意味が出せるって。 そこでなってくると、それが結局何に繋がってくるかっていうと、速読に繋がってくるっていうわけやな。英語速読。うん、て、まあ、やからな、速読シートを今回な、えー、卒業生の、えー、淳君がね、えー、みんなのために作ってくれたので、えー、一応ね、それを公開してるんで、それで、えー、自分の速読をね、試してみて、えー、また今後ね、えー、いろんなセンター問題でそういう速読シートを自分で作ってみたりして、またね、えー、実はその淳君がどんどん作ってくれてるので、ほんまありがたいよな。あもうマジでバッチリ作ってくれてるので、しかも勉強法をちゃんと理解して、 ね、あの俺のやり方をちゃんと理解して作ってくれてるんで、かなりね、えー、俺としてはもう満足のいく完成度というね、うん、ほんま、エビチリ作るつもりが、なんかね、エビチリにタロタロソース付きのものすごいおいしいやつになって帰ってきたみたいな、うん、まあなんかそんな感じで作られてるんで、まあ、それをどんどんね、えー、使って、まあ速読とかをね、やってもらったらいいんじゃないかなと思います。また、えっと、3月はね、この後特訓を一応ま、まあ、自信でほんま、いろいろあっとってな、勉強どころやない人もおるけど、 あの特訓を一応入れております、っていうことで。で、えー、今度のね、特訓は国語と数学なんやけど、英、えー、単語を乗り切ったらほんまに楽やでって言ってんか。でまあ、2週間で意味わからんものを2000個覚えるっていうね、うん、これは凄まじく大変やったと思うんやけど、しかもそれを覚えるだけじゃなくて早く出すっていうね、うん、まあ、そこまでやれるようになったっていうのがまあ、みんなやけど、ほやけど、そのなんやろな、今度まあ、それをやるようになると、何ていうか、あの、 あるやんか、その、まあうん、なんて言うたらいいんかな。あのー、もうはっきり言ってな、英単語ほど大変なことって、ぽっちゃけないんよな、うんまあ。例えば世界史とかで言うとったらば、まあ、前分析したときのデータの話な、ね、んやけど、センター7割取るのに必要な、まあ、最低限の単語数っていうのは、まあ、2000語ぐらい、うん、逆、えっと、一緒っていうね。うん。まあ、あのー、その関連性のまとまった一問一答がなバッチリ手元にないとそれができんのやけど、でもまあ、もし、えー なんか実際そういう重要なものはこれですよっていうのがね、うん、あってそれも見た瞬間に覚えればええと A 単みたいにさこれはこれです A は B ですみたいにちょっとなってないからな、うん、例えばほら A は B があってその流れで C が起きて実は D とも関連あるみたいなちょっとなんていうのかなあのややこしいからまあほんまにあのそういう意味でも一問一答だけってわけにはいかんっていうかな地図的な知識とかも7割取るのには必要じゃ必要やねんけど、うん、でもセンターでなんやろなその必要なあの知識って言ったったらば まあ、ほんま2000個ぐらいやねん。で、えー、多分、多摩先生の、あのー、あれやな、あの、DVD を買った人たちには単語カードついてんだけど、あれで重要な、語句的なやつで出したのは、あの、500個ぐらいとかしかないからな、うんまあ。あれでかなりの流れがほとんど抑えられて、あれに肉付けをすると7割いくっていう。8割取るのも3000個あれば余裕やねんで、うん。ってことは、あれだけ暗記の多い世界史って言われとったけど、実際やってみると2、3週間分くらいで暗記は終わってしまうっていうね。うん、暗記が終わってしまえるっていう、まあ、ほんまそのレベルやねんね、実は。 うん、せやから、あのー、ほんまな、ぶっちゃけ言って、英単これほど頑張った、やれたっていう人たちは、えー、これ以降な、英単ほど大変なものっていうのはね、ないんよ、ほんまに。嘘そんと思うかもしれへんけど、まあ、実際な、漢文特訓やっても,やってもらうっていうか、まあ、一応計画してんのやけど、えっ、ー、と、来週な、うん、1日だけバスってこう取って、うん、漢文特訓、実はね、1日で終わる、たった1日で終わるでしかも何で終わる ?1 冊で終わる、うん。ほんま1冊で終わる。で、それで、えっ、ー、と、だいたいセンターが6割取れて、 えー、それを1日6割取れるようになる。ほんまに0弁の状態だよ。うん。まあ、あの、悲しいかな玉先生が言ってた母校は、農業高校、まあ、何回かでね、言うとるけど、えっと、熊本の農業高校の、うん。まあ、とある農業高校やってんけど、えっと、そこの生徒とかにな、うん。まあ、同じようにやって,てんやけど、その子たちは、あの、授業で漢文がないっていう。うそのレベルよ。受験ないからな、ほんまに。うん。受験とか誰もせんと、みんな就職とかばっかするから。うん。まあ、あの、全然授業がね、ほのぼのしてて楽しい授業やねんけど、 もうそのレベルの学校の人たちで、全然ね、漢文の彼女もないっていう、四字熟語に触れたっていうね、うん、そのレベルの人たちやけど、1日やれば6割超えるかな、センターは、うん。なので、まあ一応ね、えっと、ほんまそれぐらいやね、もう2週間やりますよ、特訓なんかないからな、ほんまに。せから、これ、今回の2週間を乗り越えたっていうのは、ほんまにな、みんなにとってかなりでかいスタートやったんじゃないかなと思うわ。ん えー、じゃあ漢文特訓ちょこっと言っとくと、えー、みんなにはね銭形、えー、漢文っていう本を、えー、準備してもらいたい。うん、まあこれはその何て言うの板野先生っていうね、うん。まあ俺が別にその、この当心の本やけど当心とつながってましてみたいなことはねないから。うん、熊本のどんやかのね俺みたいな人間がそういうねあの大都会のスーパー大手とね組んでるなんてこともないし。 別にそのスーパー大手ででかすぎるね、とんでもない有名な人たちやから、俺の力なんかいらんでもね、腐るほどそんな本を売れ,れるんやけどな。まあ、それ結構悲しい。自分で言うててちょっとこう涙が出そうな言葉やけど。うん、でもこれ、ほんま一冊やればな、えー。センター6割は超える。で、これ基本的にやってると大体この一冊だけやけど、あとは過去問とかやってれば満点取れるようになるからな。うん、初日で6割っていうのは完全な暗記っていうのがちょっと難しいのと、あのー、あれやねんな。その、漢文やってみればいいけど、区法っていうやつがあって、 で、なんていうかな、その、まあ似たような感じとか、入り乱れてるやつもあって、知ってるだけではいかんというか、実はそれがこっそり隠れているというね、うん、まあ漢文やった人は分かるんやけど、あの、実はこの表現が隠れてましたみたいな、それを見抜くっていうのがね、まあ問題を解く上で非常に重要になってくるので、うん、まあ、せやからその何が入ってるかっていうね、句法を何十個か覚えるだけではいかんっていう、覚えた句法が、なんていうか、どこに隠れてるかっていうのを時間内に探すっていうね、うん、そういう訓練もいるんで、 まあそういう意味でね、最初は6割。慣れれば、ほんまね、10割が取れるよっていうね。10割。まあ大体基本的には9割ぐらいやな。やっぱ、満点確実に毎回、毎回出すっていうのは結構難しいんで。でもね、多分みんな満点を経験できるとは思うよ。1回ぐらいはね、うん、たくさん過去問やれば。まあそれぐらいのやつなので、まあ一応それをね、銭形漢文を、まあみんな、あのよかったら、えー、今度の、えー、っと、得までにね、準備してもらえると、えー、嬉しいです。まあ期日はね、また、えっと、後日改めてというか、まあ多分、どうやろう、このラジオで。 ししてるかもしれんな。この時やるよみたいな、うん。まあ一応多分今度の日曜日ぐらいでと思って計画をしてるんやけど、一応それでお願い。で、その後数学特訓も計画していて、数学特訓はまあ図形やな。うん、これは、えっと、俺のアニメでやって、一応、まあ図形の動画はかなり長いので、えっと、2日間。これは土日やけど、3月末のな土日2日を使って特訓やるんやけど、うん、まあこれも、うん、まあ,あの多分2日でほぼかなり取れるようになるんやないのかな。 結構ね、数学の方は、やっぱアニメが少ないっていうのとね、数学嫌いな人多いっていうこともあって、まあみんな敬遠はしやすいし、まあ再生数はね、何を何をともあれ全てを物語ってんだけど、でも、もまあ見てくれてる子たちの中ではね、やっぱちゃんとこれ見ただけで満点になったよとかっていう、まああの俺のアニメはな大したことないけど、本人たちの努力が素晴らしすぎて、ほんまな、俺みたいな、なんかしょうもないクソみたいなアニメやけど、そこはもう満点も取れてるみたいなね、うん、まあそれも出とるから、まあ少しはね、力になる、売ないのかなって。 と思うわってなわけで、ほんまね、単語特訓、えー、これで、わりっていうかね、まあ実はそれに関しては、もうほんまにあのブログで書いたあれだけしかね、みんなに言うことができないんで、まあ、もうそこを見てみんながね、感じたことっていうのが、まあ俺からの言葉だよっていうね、うん、とこだと思うわ、実際。これ見てな、ああ、頑張れんかったってね、う俺何してたんやとかって思う人もおれば、こんなな、 成長してたんかとかね、実はこんなすごかったんかっていう。まあ実際、そういうのをな、このラジオとか聞いたりとかもして、いろいろね、感じてもらえればな、というふうに思います。でな、ほんま、今な、その、すごいことになっとるやん、やっぱ自信が。でも、なブログでも一応、その、ああやってのしだったけど、やっぱ、人ってあったかいよな、なんか、うん。なん、なんていうかな、 本当に、実はな、その、俺も一人、実は知り合いがな、福島に住んでて、ずっともう連絡が取れへんようになっててな、うん、どうしとるかもわからへん。でも、ほんまな、実はその人っていうのが、ちょっとな、あのー、少し揉めた経緯があって、ずっと連絡を取ってなかったんやけど、なぜかな、ほんまにあの自身の前の日に、俺、き気づかなかったんやって。そやけど、ほんまに自身の前の日を、ほんとなんか俺に電話があってて。 あ、なんやろうと思ってかけ直したときには、まあ、つながってなくて、でも、明日でもな、あの電話すりゃいいかぐらい思って言ってたら、まあ、あの地震で、またそれからはもうずっと連絡が取れないみたいなね、うん。ちょっとそういうことになってて、やっぱり、いろいろある。正直、正直、俺はな、うん、テレビは今見てない。うん。見たらな、いろんなものを感じてしまうよ、本当に。なんというのか、その、 いろんなものをなただ、ただ俺が1個だけみんなにちょっと言っときたいのは、原発はほんまに、あんまりテレビで言うほど危ないっていうことではないので、それはほんとにね、安心してほしいけど、っていうか、そのかなりね、むしろ、そうじゃなくて安心してほしいというか、今、かなりね、そのでデマとまではいかんけど、要するに話に背びれ、尾ひれがついて、ものすごいでかい話になって回ってるっていうのがね、ほんまにあって、せやから、 あのほまな、できればあんまり言わないでほしい。例えばその、なんとかできる部分はどんどん言ってんよ。例えば、いついつごろどこどこで停電があるよとか、いついつぐらいに復旧するらしいよとかっていう、そういう、しかもプラスな感じのさ、希望を与える感じのやつとかは、まあ悪くはない,ないんよ、うん。まあそんなんやったなまあできるだけ正しいことがいいんやけど、うん、でも無駄に不安を煽るっていうか、で実際その、そういう情報は、俺らが例えばそうやって流したところで、 さあ、どうにかできるんかって言ったら、できんや、な、正直。うん。まあ、ほんま混乱がでかくなるだけで。で、自分らとしては、こう、こう、かもしれないね、みたいな一言。ね、かもしれないよとか、こうなるかもしれないよと思って言ったことが、そうなるよっていうね、そうなるよ。で、次は、そうなった、なったんだよってね、うん、勝手に、ただの予想で言った話が、もう現実で起こった話になったりとかな。そうなるよ。現地の人たちは、テレビも見られんと。電気がつ,つながってないし、それどころやなくて、 もう全然情報がないっていう状況やから、ほんまにな、俺らが思ってる以上に、そういう情報の嘘っていうかね、うん、生まれやすいよね、混乱も生まれやすいし、せやからできるだけな、あの俺らっていうのは、極力慌てずな、外におるからこそ、慌てず、あの慎重に行動してほしいしそう、ネットとかの簡単な発言とかね、書き込みとかも、まあ、極力、書き込みやったらな、文字で残るからまだええんやけど、 あのできるだけな、あの慎重なっ、えー、と言葉選びをねあの、取ってもらいたいなというのがね、あの俺からの、まあ、お願いなんかな、本当に、うん。やっぱテレビを見とってな、なんか、本当になんか、あの無力さをやっぱ感じる、人の温かさとね、うん、すごい助け合っとるみたいで、やっぱ話を見て、ものすごく感動したわ、まあ、ブログでな、のしといたけど、やっぱああいう感動することっていうのもやっぱいっぱいあって、ほんまにな、人はやっぱ優しいし。 日本はやっぱほんまにいい国やと思うからなやっぱこれから精一杯やっていきたいなと思うよ、うん、俺もほんまなんも力ないからさみんなにねなんかね救ってやりたいけどさほんまねもうなんもないよなんもない、うん、ほんまにできることがなほんまなんもないっていうか、うん、まあなんもないわけではないけどな何かしらの力の足しくらいにはなるけどでもせやからやっぱ俺がやるべきことをやるべきこと やらなんというか、俺しかやらんことをね、やらない,いかんのかなと思って、ウェブ玉をね、計画やな、やっぱ,やっぱウェブ玉、うん、ウェブ玉を塾を精いっぱい作って、やっぱ来年の受験、再来年の受験でね、やっぱ福島の人たちを救いたい、福島の中からね、ウェブ玉で合格しましたっていう子やっぱ出したいってね、もうその思いがやっぱすっごく強くなったこの3日、4日やったな、本当に。うん、本当なさっきも言ったけど、やっぱデマとかな、悪い噂とかもいっぱい流れるから、ほんまよかったら、 もしね、復興してみんながね、学校通ったり、またよし、大学目指そう、夢を追、ね、お,お,お,おうって言って、やっぱ、またね、上を向いてこう、歩き出したときに、よかったらみんなでね、できれば本当、ほんと福島関係、まあ、それは俺の知り合いがおったからやけど、今回のな、もう本当、宮城とか、うん、もういろいろな、あと、東京とかね、埼玉とか、いろんなところでだいぶ地震の被害が出てるんやけど、いや、そういう人たちにぜひ、特にね、ウェブタ玉をどんどん広めていって、 ってもらいたいで、俺もみんながね、広めてあの、感謝されるようなね、本当にいいホームページにしたいと思うんで、俺はほんまね、それぐらいしかできへんけど、すごくね、頑張って、その人たちはね、あの、もう本当、塾どこやないし、うん、国立の大学行かんとお金もないよっていう人たちでもね、とか、もしくは奨学金もらえないと、それのお金で行けるところやないといけんよっていう人たちのね、支えになるようなウェブ玉塾にこれからしていきたいと思うので、本当にね、今、いろんな人がね、協力するよって言ってくれてるけど、 ほんと、広告ばっかりはやっぱな人手がいるし、信頼がないと広まっていかんことでもあるのでね、ほんまにみんなの助けがいるし、ほんまその助けのおかげで広まっていくもんやからな。ほんとにありがたい話やけど、これでほんまにちょっとでもみんなの夢を叶えていこう。みんなでな、協力して頑張っていこう。ほんま、自身大変やけど、今、できることってたかが知れとるやん。みんな高校生やと、俺かて大人やけど、できることなんか全然ないぞ。せやから、辛いけど、 堪えて精一杯勉強するる俺っったらアニメいっぱいぱ作るもう助けたいけどなこらえてもうただそれに専念して力をいつかつけて今地震で困ってる人たちを一緒に救いに行こうなってなわけで、えー、第32回玉ラジオでしたほんまなこれからみんないろんな意味でいろんなものに対してやけど頑張っていこな負けたあかんでファイト